第2のお母さんとなり、おせっかいな家事代行サービスを展開する株式会社ピンピンコロリ小日向恵里さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では大好きなおばあちゃんです。お仕事を超えて東京お母さんは生きがいを作っていきます。家族以外のシニアの方とあんまりその積極的に関わりたいってあんまり思えない。株式会社ピンピンコロニの小日向です。社名の通り高齢者にずっと元気でいてほしい、そんな思いで起業しました。きっかけは大好きなおばあちゃんです。祖母が仕事を辞めてから元気がなくなってしまった、そんな姿を見て働くことが祖母にとって社会との関わりを持って元気の源だったんじゃないかと思いました。なので、元気なうちは続けられるお仕事が作りたい、そう思ってシニアの働くを応援するためのサービスを作りました。それが東京お母さんです。東京お母さんは家事代行やベビーシッターの教育、ご近所に第二のお母さんが持てるサービス。家事代行だと育児は頼めない、ベビーシッターだと家事は頼めない。